というわけでやってまいりました。今日はですねこちら Nボックス、カスタムと普通の Nボックスなんですけど、今日ね中古販売ということでそれぞれお値段いくらなんだというのが気になるよね。こっちのね Nボックスカスタムなんと69万5000円で、こっちの Nボックスが、78万ということで、あれ値段そんな変わんねえんじゃねえかと思ってたら、やっぱ走行距離がちょっとだいぶ違いました。ちなみにこちらのお車、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄クリックしてくださいね。ちなみに後ろはこんな感じ。あれなんか旧型の方がかっこいいっていうね、そんな話もあったりなかったりしますよね。やっぱカスタムの方がちょっとやっぱだいぶ低く見える。では Nボックスカスタムお邪魔しますということでね、あ、こんな感じだったね。なんか懐かしさを感じる。でもなんかこのカスタムしてるよね。はい、お値段69万5000円、やったー、 GL パッケージですよ。走行がね74,944キロ、まあ、約75,000キロですよ。まあ全然10万キロまで走れると私は思うね。ちゃんとホンダカーズ大阪東花園店さんでね、メンテナンスしてもらってますので、あ、そうそう、これ車検は令和6年の9月までついております。車エンド登録は平成27年の9月になりますね。まあまあ古いけど、どうなん実際ね、ヨーロッパでは当たり前、10年ぐらい乗るよ。大事にね、お車乗るっていうのもサスティナブルですよね、っていうね。あ、こういうタイプね、こういうフットブレーキね。じゃエンジンかけるわ。ここにボタンがある。ああ、よかった。ナビついてた。これね、まあちょっと型はどうしても古いけど、これついてるとついてないで全然違う。テレビも見れたし、なんか SD、あ、これタッチパネルではない。あ、タッチパネルだった。あ、反応がちょっと遅いだけか。タッチパネルだった。ね、ナビついてるのこれ非常にいい。で、ここに、押しやすいところにハザードがある。ね、こういうのもいいよね。これ、約70万で買えんの？なんかいろいろ考えるよな。あ、で、やっぱイルミネーションがやっぱこのブルーっていうのがね、結構派手な感じがする。ね、内装の汚れとか、そんなに大丈夫、思ってたより大丈夫。大体ね、ハードに乗ってる人、この辺っていうか、すごい汚れるんですよ。ここ白くなってきて、この樹脂のところも、なんか白く、なんか劣化してるんですけど、これはね、全然大丈夫。やっぱ下手にその革張りステアどっかだったら、これやっぱ剥げてくるんで、それがこれ樹脂なんですけど、まあその辺、逆にデメリットがメリットになってるっていうね。これなんかいろいろあるけど、あ、ここに反応すんのね。エアコンもつけさせていただきます。ね。そっか、ちょっとライトついた感じ見てみる？はい、カスタムさん。いや、いいね。なんか、派手。派手、これぞカスタムっていう感じ。今ね、火がすごい照ってて分かりづらいんですけど、ここがね、なんか青い怪しいライトがつくのね。青いライトがついております。その下にウィンカーですね。まあこれさすがに豆球。しかも、豆球が見えてるって感じはするんですけど、だいぶこのホワイトで、クリアな感じで、してるんで、ちょっとやんちゃ感はだいぶあるな。で、この三眼のね、ライトも結構いかつい。こう、ちょっとこのレンズのところのちょっと白っぽいの、この辺はね、どうしても年式否めないなっていう感じはしますね。ほら、どうよ。やっぱね、そのライトつけるとやっぱカスタムがいいなと思いますね。フロントのこの部分、もうだいぶ、ほら、下まで行ってるんで、やっぱ車高が低く見える。で、このフォグランプもね、完備なんで、あ、いいね、カスタムね、やっぱデザインがな。こうやって見るとカスタムと普通の Nボックスね。うん、だいぶ個性が違う。やっぱ低く見えるわ。で、このサイド面ね。ほら、ここも、リアガーニッシュがついてますので、この分ね、やっぱ低く感じんのね、見た感じね。で、ホイール、どう？傷ある？ない？大丈夫。115の 65R14、141ですね。あ、タイヤはちょっとな、もうこれ変えましょう。これね、ディーラーさんで変えていただいた方がいい。よし、リアテールランプ、ね。ほら、どう？やっぱちょっとやんちゃ感が否めないな。当時やっぱ流行ってたよな、こういうのな。あ、結構でマフラーね、ボボボボボ言うよ。なんかホンダサウンドしてる。開けていきましょうか。おー、まあ中は普通の Nボックスとそんな変わんねえのかな。
あ、こうしてしまうと、もうほぼ一緒だわな。荷台はほぼ一緒っていう感じですよ。まあこれぐらいあればね、あの買い物の荷物ぐらいはちゃんと詰めます。あ、で、下もほら、スペースが多少ありますね。で、シート倒すと結構広いよね。見ておくんなまし、ね、シートは、あの、上げてるんで、かなり広く感じますね。ほら、フラット設計なんで、ここがね、ボコッとしないんで、本当に、あの、荷物いっぱい乗る。で、車高も高い。ちょっとシートが破れてないかだけ、チェックさせてください。ね、ほら、こんな感じ。どうでしょうか、皆さん。あ、これはちょっと拭いたら、ちょっとなんか、シミっぽいのはあるけど、まあね、そこそこ走ってるんでね、この車。まあ、それぐらいですよ。なので、その、破れとかはないな。こういうところのへたりもない。うん。まあ、実際、ちょっと皆さん気になる方は、あ、これっていうか、これ自動でいいよね。気になる方は、こちら、ホンダカーズ、大阪東、花園店様でね、実際見に来て、ね、これ、乗ってみてもいいと思います。そうか、フロントのシートもね、ちょっと見ときましょう。どうでしょうか?この何の装飾もないね、この何の装飾もないこのつるっとしたシート、助手席からこう乗りやすいよね、向こうの運転席に行くとき、うん、特に破れはないけど、うん、まあまあそれなりの、まあ、汚れと言いますかそれなりですよね。グローブボックス、あ、中ちゃんとほら ETC ついてた、よかった、ありがとう。これね、後でつけると意外と高いんでね、2、3万するんで、ついてるのがいいよね。あー、で、こういうところコンビニフックがあったりとかします。ただね、これやっぱ走行距離が4万5千キロぐらい、まあね、69万5千なんですけど、その辺だけだよな。っていうことで次はこのね、あの GL パッケージ、普通の N ボックス78万円を、見てみようと思います。はい、では N ボックスお邪魔します。はい、あ、なるほど、こんな感じね。この辺の褐色がない。あの、シルバーのメッキがない。ね、78万で、あの、値段はほぼ一緒なんですけど、走行距離。あ、7688キロ。あ、全然走ってない。え?これよくね?これ。平成27年で、まあ、令和8年の4月まで車検があるということなんですけども、あ、どう?これ、走行距離7600キロ ?78 万。あ、こっちのがおすすめかもしれん。あー、どうでしょうか?見た目だったら向こうだけどな。悩む。選ぶんだったら私こっちかもしれない。78万。ね、しかも、令和8年の4月までね、車検があって、7600キロなんで、全然今から普通に乗れる。で、しかも、ね、なんやかんやで、これ、込み込みなんよね。この総支払い額が、支払い現金合計が78万ということで、これ以上お金取られないの?っていうことでいいよね。エンジンかけさせてもらいます。どうでしょうか?ね。いや、綺麗。いいかもしれない。やっぱ走行距離って相当あれなんだな。やっぱ内装の感じとか。あ、なんか、シートの触った感じもこっちのが。なんかちょっとごめんなさい。正直レビューしちゃってるわ、今。あー、なんかわかるんよ、私。結構ね、長いこと中古車レビューしてきたんで。この触った瞬間ね、あ、この布、そんなに使われてないっていうのが瞬時にしてわかる。ちょっと暑いんでエアコンをかけさせてもらいますけど、まあ、この辺もね全然普通だし、あ、ナビはそのグレード的にはそんなに良くないけどね、ちゃんとついてるね、ちゃんとついてるよ。ちょっとあっちのナビとはちょっと違うけどな。この辺もちょっとね、やっぱカスタムとかに比べると樹脂感っていうのは否めないけど、まあ N ボックスだもんな。だってな、だって N ボックスだもん。これでいいんよ。ここにね、ちゃんとボタンがついてて、ほらね、自動で開くっていうね。ね、どう?まあ、外観を見るとね、やっぱなぁと思うんですけど、その、これ、私だったら、ごめんなさい、こっち買おうかな。ああ、いや、こんなん言っちゃダメ。いや、こっち買う人もいますからね。あの、カスタムも良かった。いいんですけど、やっぱ走行距離もあるし、やっぱ78万でこの綺麗さよね。
うん、外観はやっぱ断然カスタムなんですけど、そこさえね譲ればっていう感じはする。あ、でもこっちはフォグランプがついてんのね。なんかそういうところもね、いろいろね、機能面ではちょっと違うところもあるんかな。あ、タイヤか、タイヤも見とく。あ、タイヤはあるわ、それはあるわな。ね、7000キロぐらいしか走ってないんで溝は全然大丈夫。やっぱこのテールランプがちょっとねガチャっとしてるっていう程度で、まあね、意外とこのクリアタイプだったんですね。こうやってまじまじと見ることそんななかったですけど、リアスポイラーがついてていいよねなんかね、どっちもいいよね、この値段だったらって考えると。ただまあカスタム欲しい人は、あ、やっぱ違うな、この辺がかっこいい、かっこいい。あ、内装とかのやっぱデザインも、うん、ちょっとやっぱ違うね。で、こっちもちゃんとほら、ありがとうございますっていう感じで。はい、というわけで今日は、NBOX と NBOX カスタムの中古販売でした。こちらの車、ホンダカーズ大阪東花園全館で販売しております。詳しくは下の概要欄クリックしてくださいね。私のチャンネルこういったホンダ車よくレビューしております。面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、NBOX の中古販売激安でした。じゃあね、バーイ。